吉田さん、環境を金で買う、そうですね、確かにそういう面っていうのは非常に大事だと思います。特にね、手持ちのカードが使い切れない方に対しては、まあある程度ね、環境を買うっていうのもいいんではないかなと思うんですよね。ただ残念ながらね、環境を変えるっていうのが、そこがね、なかなか難しいんですよ。というのが、環境を変えたらやらざるを得ないんで、環境を変える選択っていうのが一つ入ることによってね、さらにハードルが高くなっちゃう例っていうのはあるんですよね。例えばね、これね、吉田さんも経験されることだと思いますけども、マイクどんなの使ってますとか、カメラは何を買ったんでしょうかとかってね、機材のお問い合わせってあると思うんですよ。で、大体機材のお問い合わせする人って、機材買うのかもしれませんけども、買ったところでやらないんですよね。もしくは買うまでのハードルが高くて、買ったらやりますって発想になりがちなんですよ。まあ、ですので、吉谷さんのように金太郎のビデオショップに行ったりとかね、それからコーヒー店に行ってやる気が出る方っていうのは本当に稀なんですよね。もちろんその今いる現場でできる人も稀なんですよ。だから結局環境に左右される部分って人はあると思いますけども、私の考えではね、なんか売り上げを上げたかったら、収入を変えたかったら、環境を変えろとかね、仕事を変えろとか、付き合う人を変えろって言いますけども、まあこういうふうな言葉にけだされる人ってのは、まあうまくいかないんじゃないかなと思うんですよ。要するに、自分がやらないから悪いっていうよりも、環境が悪いからだとかね、今勤めてる仕事が悪いんだとかね、周りにいる奴らがしょうがねえんだとかね、そういうふうに何でもかんでも人のせいにする人ってのは、私はうまくいかないとは思うんですよ。ただやっぱり吉田さんのように、本当に結果を出される方が、から見ると、いや場所は買った方がいいんじゃないのって発想になるのもその通りなんですよね。でもできない人っていうのはやらない、できないんではなくてやらないんですよね。だから100人いたら100人が、私はね、どんな結果でも出せると思うんですよ。ただ結果が出せるところまで行く本人の意思っていうのがあるかないかなんですよ。だから結局人は快適な環境に居続けるんですよね。コンフォートゾーンっていうね、言葉が昔ありましたけども、まさに自分が一番快適だと思うところに今日この瞬間身を置くんですよね。誰がね、厳しいトレーニングとかストレスのかかるような勉強をしたがるかってことなんですよ。で、残念ながらネットビジネスに、関心を寄せる方っていうのはコツコツとした努力が嫌いな方ばかりなんですよね。で、サボり屋ばっかりなんですよ。そのサボり屋が突き抜けて、サボるためには何でもするぜとかね、楽をするためだったらどんな厳しいことでもやるぜみたいな逆転現象が起きると、これは結果が早いんですよね。で、私もそうだったんですよ、吉野さん。もうね、楽ちんな暮らしを手に入れるためには、自由を手に入れるためなら何だってしますよみたいな感じで、むちゃくちゃハードなことをしたと思うんですよ。でもね、自由に向かう実感があった、売り上げが上がる実感があった、多くの人が集まってくれるという実感があったんで、ものすごくね、そのやる気に燃えましたね。でもやるときって一人なんですよ、いつも。与沢翼さんがこんなこと言いました。成長っていうのは一人の時に起こるというね。そうなんですよ。一人で勉強する、一人で本を読む、一人でテストマーケティングをする、そういう時にものすごく力が伸びていくんですよね。だから群れていいことは全くないんですよ。群れていると他の人の力とか集団の力がまるでね、自分に宿ったような気持ちがして、すごくね、大きくはなるんですよ、気持ちが。ただそれだけです。歌方なんですよ。だからドーピングみたいにモチベーションが上がっただけなんですよ。で、モチベーションが上がってる間は、その上がっている環境を手放したくないんで、その群れた環境をなかなかね、手放したくなくって、例えばね、セミナーに行った後二次会に行っちゃうんですよ。でもセミナーの後の二次会に行ってうまくいくんだったら、これはね、そんなにね、楽なことはないんですよね。一番うまくいくのは、セミナーに行った後に二次会に行かずに、ちゃんとね、その実践をすぐすることなんですよ。もしくは二次会に行っても、スピーカーさんのね、横に座ってもう繰り返しセミナーの内容を質問すること、そしてどんどんね、3次会、4次会、5次会と付き合って、もう人数が減ったところで、いや、ここでの話なんだけど実はねっていうふうなネタを引き出すかどうかなんですよ。みんなが二次会に参加するから行く、二次会で解散する人が多いから自分も解散する、結局みんなと同じことやってるんですよね。不思議ですよね。だって少数派に入るはずのネットビジネス、マーケティングなのに、多い方に結局行っちゃうんですよね。人気の講師に集まると。例えば、ネットビジネスの世界でも有名な方っていうのは結構いらっしゃると思いますけどね。その有名な方の中でうまくいってる人が一番少ないっていう現実もあるかもしれません。ヒット率という意味ではね。でも、無名な方のマントゥーマンの指導を受けた方が、それは成功率高いですよ。それをどっちを選ぶかってことにもなりますからね。
で、一番私が思うのは、少なければ少ないほどうまくいく少数決の原理、少数派の原理なんですよ、うん、少なければ少ないほどうまくいくんですよ。究極は自分一人なんですよね、誰もいない環境と。で、必要な情報は検索で取るって感じです、うん、まあそれがね、私のうまくいく手打ちのカードかなと思います。まあなんせね、情報ってのは人からもたらされるものってのは、まあはっきり大したことないんですよ。人の脳の容積とか経験の年数とかね、そういうものに限界がありますから。 Google の検索には、うん、限界がないですから、無限ですよね。まあだからといってね、 Google の検索が不得意な人がそれをやるとまたこれうまくいかないんで、多少はね、うん、人にヒントを教えてもらうみたいな例が必要だと思います。はい、ということでね、ちょっとここでね、一つ例を申し上げて終わっていこうかと思います。あの、最近私のところにお問い合わせいただいたピアノが得意な方がいらっしゃるんですよ。その方はね、やっぱ CD も出されているんだけども、なかなか売れずに、おそらくですけども今は音楽を仕事とするよりも他のことをされていると思うんですよね。で、そこで私はね、ちょっと提案をしました。その方はね、電子書籍をやっていきたいんだけどなって言われましたんで、あ、電子書籍の案だったらこういうのがありますよってお話したんですよ。例えばね、電子書籍を作るときにネタっていうのがすごくね、もう難しいんですよ。しかも 無尽蔵に出てこないといけないんですよね。だから私はね、無尽蔵に出て自分の好きなことをやって楽しくって、しかも収入につながりそうな案を出しました。それはですね、電子書籍でピアノのプレイヤーに限らず、まあ、ローカルなミュージシャンね、あの、まあ、いわゆるメジャーじゃないミュージシャンを一人一人取材していって、それを電子書籍の記事にするっていう方法です。そうすると自分はインタビュー内容はいつも同じなんで、むちゃくちゃ簡単なんですよね。あとは9割はインタビュー相手が喋ってくれるんで、それにうなずいて記事なり動画なり作っていけばいいんで、無限にコンテンツできますよというふうにお話しました。プラスですね、その電子書籍に登場した方っていうのは自分で電子書籍に、ね、見るじゃないですか。で、他の人に言うじゃないですか、電子書籍に取材されたよみたいな感じで。そしたら勝手にね、ビューが増えていくって形なんですよ。まあ考えてみたら、2012年から2013年の間に山口陸電子書籍のそのね、コンテンツの中で似たような方法をね、私も、まあ、教わったような気がしますし、そういうのをやっていたと思います、自分自身。それを今になってまた使えるっていうのはね、だからね、結局ね、7、8年前に思いついたアイデアで、その頃バンバン使ってたアイデアってのも未だに誰も使われてないと、未だに黄金の方法なんですよ。だからね、結局ね、アイデアっていうのは実行しなければ霞んでいくことがないんですよね。で、ほとんどのアイデアは誰にも実行されずに、そのまま財産としてね、宝として眠っているんですよ。まあ、ですので、あとはね、やるかやらないかっていうところが残っている。行動力がある人と、うん、先行者利益って言いますけども、一番最初にそれをやった人が最も有利な位置に立つってことなんでしょうね、きっとね。まあ電子書籍やっててよかったですよ。未だに電子書籍のネタでこうやって人にアドバイスができるっていうのは、当時培ったね、山口陸さんからの重要な財産だったのかなと思います。それではね、いろいろと話行ったり来たりしましたけども、本日は以上ですね。まとめると何ですかね、手持ちのカードで勝負するってことですかね、うん、ちなみに吉田さん、 BMW 乗ってます？うん、私はね、トランザム乗ってません。洗車だけしてます。何なんでしょうね、車に乗らないのにいっぱい持ってるというね、お互い似てますね、これもね。では、いってらっしゃい。